は開けたままで大丈夫です。はい、ありがとうございます。安全のためシートベルト。ありがとうございます。コーヒーダムと失礼いたします。ありがとうございます。途中記念にお写真を撮りするんですけど、カメラだけ。大丈夫です。はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。では、大体10時前頃に小松の初めにお着きいただきます。あ、はい、ありがとうございます。では、出発いたします。あ、はい。あ、でも横浜なんで結構近いですね。でもなんか朝っていいですね。すごい気持ちいい。今日は特に涼しいですね。あ、そうですよね。朝の方がやっぱり、はい、あんまり人がいないんで。あ、そうですよね。ちょっと巡るには確かに。ちょっと曲がるので、はい。あ、はい。すごい、なんか鎌倉こんなとこあんま来たことないから、なかなかない。しかもなんか西通りと八幡様で終わられてしまう方が多いので。そうですよね。そんな知られてないですよ。確かに。でも結構鎌倉詳しいですか？だいぶ。地元もこの辺りなんですか？地元は埼玉です。あ、そうなんですね。これやるためにこっち引っ越してた。すごい。じゃあ元々憧れてたとか何かあったんですか？元々はお客さんだったんですよ。あ、そうなんですか。仕事の聞いてるお兄ちゃんとかにちょっとやってみない？いや、あ、そうなんだ、はい、結構でも女性大変じゃないですか、力仕事。はい。コツの問題なので、自分のこの場を高さ調節できればこんなになるんですね。あ、そうなんですね。そんなに力がいるかって言われるとそこまでもなく。あ、そうなんですか。どちらかといえば体幹。ああ。バランスが必要って感じですね。結構運動とか好きなんですか？いや、なんかいいなと思うんですけど、結構なんか私力がないから、なんかあれなんだ。すごいなって思って。はい。高校の時美術部だったんですよ。あ、本当ですか。中学で手にしてやってたぐらいで。あ、そうなんだ。そこまで運動しないんですよ。あ、確かに車車輪がついてるから、はい、あれなんですかね、コツが分かればそんなに大変じゃない。自然と進んでくれるって感じ。もともとお客さんで乗られてたんですか？あ、今でも乗るぐらい。あ、じゃあ好きなんですね。大好きなんです。なんか最初きっかけってなんか声かけられてとかですか？そうですね。あるって全然知らなくて、はい、他の散歩してたら急に俺人力車。あ、そうなんだ。それで乗ってみてみたいな。もともとその歴史とか、はい、日本らしいものが好きだったので、へえ、それで乗ってみようかなって。確かに人力車の方すごい物知りですよね。すごいなって思って。めちゃめちゃ勉強して。いや。でも他は本当に地元の方が、ああ、はい。観光客の方がそんなにいらっしゃらないんですよ。確かに来たことないです。ガイドブックとかにもそんなに載ってないので。はい。
もうこんな橋なんてあったんですね。赤い。いいですよね。すごい綺麗な。いつもやっぱり小町通りばっかだから、あんまりこの辺来ないですね。なんかその、中心からちょっと離れてるっていうのもあって、はいはい。ここで人がいないんですよ。これ何の川なんですか、ね、これ、なめり川と。なめり川、うんうん。昨日とか雨降ったんで、ちょっと川の量が増えてるんですけど、ずっと流れていくと、由比ヶ浜と由比まで通じてます。ああ、江ノ島の方の。そうなるほど。昔、この上流に一本の松の木がありまして、はい、その松の葉っぱが揺れる音が、おことの音色に聞こえたことから、ことひきの松と呼ばれてたんですね。はい、ただ今はちょっと残念ながらなくなってしまって、でもその松の名前を残していきたいということで、後に橋が架かったときに、そこから名前をいただいて、ことひき橋というふうに名付けました。今ではすごい立派な赤い橋ですので、結婚式の前撮りとか、あとあの、七五三の撮影なんかでも使われるほど、素敵な橋です。確かに、素敵な。ね、写真にな、絵になりそう。ちょっと奥の方に鳥とかいたりする、うん。ね、なんか白い鳥がありますね。それほど自然豊かな川ですね。鎌倉だと、なんか、お菓子とかだと何がおすすめですか？有名どころで言いますと、はい、あの鳩サブレとか、徳永さんの鳩サブレと、ベニヤの栗蜜とっていうお菓子が有名なんですけど、はい、他にもちょっと珍しいのが、三立さんの、はい、コナミっていうモンブランの。モンブランあるんだ。はい、へぇー。だってなんか、スポンジを、はい。使ってないのかな、結構だから、小さくて食べやすい。へぇー。あ、いいですね。はい、あとは、チャチャさんの抹茶のジェラートっていうのがあるんですけど、はい。ジェラート濃さが選べるんですね。あ、食べたことあります？ありますか。結構じゃあ濃いやつだと割としっかり味が。そうですね。そうなんです。でも苦味がそんなにないので、はい、いいですね、はい、美味しそう。お茶が好きな人ほど濃い方が好きですね、はいはい、抹茶とかお好きですか？抹茶大好き。私も好きですね。あ、本当ですか？抹茶いいですよね、鎌倉いっぱいあって。あとはその持ち帰りだったらプリンもおすすめで、うん、プリンの濃さも選べるんですよ。珍しい。なんかちょっと甘みが良ければ、うん、レベル1とかがあるんですけど、はい、なんか柔らかい感じで食べるときが、硬さが選べるんです。そうです、硬さがちょっと違う。はい、なんですね。山みたいな、すごい自然が。すごいですね。そんなとこ来たことなかった。ここあの駅から10分もかかんない場所なんですけど、やっぱり裏手にあるので観光客の方がそんなに来ない場所なんですけど、地元の方に愛されてるお寺
してて、風景保安林といいまして、自然をありのまま残していこうとされている場所なんですね、うん、だからこう昔ながらの自然が残ってる、うん、だから6月になるとホタルが見られるほど、うん、本当に自然豊かな場所になってます。上がお寺なんですか？こちらは都市堂っていうのがあって、こっちに本堂があるんですね。はい、そこも森に囲まれているので、うん、鎌倉の中でも季節の花々がちょっと遅く咲くんですよ、うん、だから他で例えばアジサイとか見頃を迎えてもこっちはまだこれからとか、うん、そうやってちょっとねシーズンが遅れてやってくるようなお寺さんです、うん、こんな立派なお寺あったんですね。知らなかったです。今大河ドラマで、はい、北条義時のお話をやってるんですけど、はい、北条家と並ぶぐらい力を持った碧一族っていう方が住んでいたお屋敷があったんです、うん、でもこの方、その北条家との争いに負けてしまって、でも唯一生き残りの方が、我々の一族を弔ってくださいとお願いして建てられたのがここ妙本寺です。あ、そうなんだ。あと、仕事しようかなって別に。あ、そうですね、はい、ちょっと、まあ、雑用やりつつ。あ、そうです。でも朝鎌倉いいですね、すごい。なんかはいはい、はい、ちょっとまたお参りに行こうかなと思いますね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あ、はい、どうもありがとうございます。あ、はい、降りる準備しますので少々お待ちください、はい。ありがとうございました。失礼します。